まあ、やっぱ世界で活躍する選手たちとこうやってできることはなかなかないですし、まあ、でもそういった選手に、まあ、リスペクトしすぎるのも良くないと思ったし、もう僕自身はそんなにビビっているっていうのも何もなく、この選手だからこそ思いっきり行ってやろうっていう気持ちも なかったし、もういつも通り絶対、自分の対面の人にやらせないっていう気持ちでやってたんで、まあ、僕の対面の選手がオスカル選手だったので、もう思いっきり、いつも通りやってやるっていう気持ちでやってみました。やっぱり ACL の舞台でもう2回も優勝してるっていうのは、本当に誇らしいことだし強いことですけど、まあ、他のサポーターの人たちもやっぱり ACL になったら、まあ、絶対勝ってくれよ、まあ、J リーグでもそうですけど、それ以上に熱く思えるというか、絶対に負けるなっていう気持ちがどんどん伝わってくるっていうか、で選手たち自身も ACL で、まあ、リーグ J リーグと違った相手の、まあ、プレースタイルだったり質だったりっていうのも変わってくるんで、そういったところを楽しみながらやってるなっていうのは、自分がやっててもやっぱり思いますね、周りの選手を見ても。